スタジオミュージシャン列伝というか、スタジオミュージシャンという枠には全然収まらない人類史上最高のテナーサックスプレイヤー、マイケル・ブレッカーの生涯に迫る。 私なんとなくフラッと立ち寄った本屋さんの音楽関連書籍のコーナーで偶然見つけた本がありましてそれがですねサックス奏者のマイケル・ブレッカーという人の伝記本です。その名もマイケルブレッカー伝 という本なんですけれども出版されたのが2023年の9月なので、まあ、決して新刊というか出版されたてほやほやというわけではないんですけどなぜか、ね、その本屋さんでは面出しでドーンと置かれてまして、まあ、こういう出会いがあるからやっぱり実店舗の本屋さんってちゃんと通わないとダメだなと改めてそんなことも思った次第なんですけれどもこのマイケル・ブレッカーという人。 多分人類のこのこ歴史上最もまあ何をもってうまいというか議論が分かれるところだとは思いますけれども例えばジョン・コルトレーン的な音の洪水みたいな凄まじいソロからキング・カーティスのようなむせび泣くようなこのテナーサックスならではのソウルフルな歌い回しまでいわゆるこのテナーサックスで表現可能なありとあらゆるこの表現をもう全てをね超高次元で で、やってのけるという。そういう意味で。 彼に並ぶプレイヤーっていうのはまあこれまでもこれからもこの先もねそうそう現れないだろうなというもう名プレイヤーでございます。で彼はもともとニューヨークのスタジオセッション仕事で名を成した人物なんですよ。つまり例えばですけどジョン・レノンとかポール・サイモンとかあるいはジェームス・ステーラーとかねフランク・ザッパとかそういった大御所のアーティストのレコー,ドでレコーディングで雇われてサックスソロを吹くっていう仕事で最初にその名をとどろかせた音楽業 ででそのの名を轟かせた部分がありますのでポップスやロックのファンからはスタジジオミュージシャンの名手としてて捉えられていますところが後年になってからは一人のジャズアーティストとしてソロアルバムも多く発表して非常に高い評価を得ていますし数々のジャズの巨人たちの名盤でサイド面としてそのプレーを刻んできてますので。 ジャズファンの方々からはジャズマンとしても認識されているんですねそして何より日本においては特になんですがブレッカーブラザーズやステップサーヘッドという彼が昔組んでいたバンドでの活躍によってですね フュージョンの世界での大スターというふうに認識されているケースもあってなので「スタジオ・ミュージシャン・レツデン」というこの番組のシリーズであの収めるにはちょっと収まりきらないような大スターなんですけれども僕にとってはやっぱりポール・サイモンとかジェームス・ステーラーの作品でサックスソロ吹いてる人っていうところからの出会いだったもんであえてこの「スタジオ・ミュージシャン・レツデン」でこの人のことを取り上げたいなと思ったんですけれどもまあ あまりにサックスが上手すぎてもうジャンルを飛び越えて大活躍しちゃったもんだからまあ人によっていろんな捉え方をされてるプレイヤーで逆に言うとそのせいで確固たる評価がもしかしたら定まっていないちょっとねその実力の割にまあ過小評価とまでいかないまでもあの評価がねしづらいミュージシャンの一人かもしれないですね。特に先々週このコーナーーーナでお送りしたようなブルーノート バンンなななんんかを好んで聞くようう割と保守的なジャズファンっていうのはロックとかポップスあるいはフュージョンをあんまりこの好まないというかちょっとむしろ下に見るような傾向もあったりするもんですからマイケル・ブレッカーのようにポップスの世界でスタジオミュージシャンとして大人気だったプレイヤーっていうのはその事実のみをもってしてちょっとそのジャズファンからすると邪道だというふうに思われてしまうところがあるんですね。下に見るまではいかかなくててもロックとかフューージョン系のプレイーヤーっていうだけ で食わず嫌いしてしまうジャズファンというのが結構多かったりもするんですよでも彼の演奏を実際に耳にすればもうジャンルを超えた音楽の歴史において唯一無二のテナー奏者であることは明らかなんですね今日はそんなマイケルブレッカーのキャリアについて時間の許す限りお話ししたいと思います彼は1949年フィラデルフィアの生まれですね音楽好きの両親の元幼少期から音楽に親しんで育ちますでお兄さんのランディ ブレッッカーがトトランペットそして、えー、マイケル・ブレッカーは最初はクラリネットを習い始めて2人で遊ぶ時はいつも楽器を吹いて遊んでたそんな音楽兄弟だったみたいですけれどもマイケル・ブレッカーはただクラリネットあんまり好きになれなかったらしくて途中からサックスに持ち帰るんですねで特にコルトレーンが好きだったこともあって最初はアルトサックスを吹いてたんですがテナーサックスという楽器に最終的に持ち帰るとで彼はやっぱりテンプの才能があったようでですね レコードで聴いたフレーズっていうのを例えばチャーリー・パーカーとかコルトレーンとかの,ーーレとかのフレーズを自分でもなんかあんまり訳が分からないうちにコピーできちゃうそのまま再現できちゃうっていう特殊能力があったみたいでそれでどんどん上達して、えー、インディアナ大学に進むんですけれども大学に進むと非常に有名な 由緒正しいジャズの学生バンンドコンテストでで決勝戦まま進みます彼の演奏はもう予選の段階から大変な評判を呼びまして審査員から大絶賛されて決勝戦に上がるんですがところがですね決勝戦ではこれ1968年の話なんですが当時盛り上がっていたロックミュージックの要素を取り入れた演奏をしちゃうんですね。そうすると 保守的なジャズの審査員がこの演奏に怒りましてねこんなのジャズじゃないと由緒正しきジャズコンテストの晴れある決勝戦の場で君たちは一体何をやってるんだけしからんということで審査員の大御所某大御所ジャズベーシストのレイ・ブラウンという人が大激怒しちゃいまして予選からの流れでいったら優勝間違いなしっていう感じだったのにその年は優勝該当者なしという結果になってしまったということのようで。 まあ彼はですね音楽専攻の大学生というわけではなかったんですけれどもこんな具合でどんどんメキメキと音楽のサックスの腕前を上げて音楽活動にますますのめり込んでいって しまった結果大学を中退しちゃいます。で既にですねお兄さんのランディ・ブレッカートランペット奏者がすでにニューヨークでもう大活躍していましたのでそんな兄貴の背中を追ってですねニューヨークに引っ越すことになります。でまあニューヨークっていうのはなかなか生き馬の目を抜くような世界ですからそのニューヨークで食っていくために家賃を払うためにとにかくマイケル・ブレッカーとにかくとにかく来た仕事は全部受けたんですね。で彼の場合は お兄ちゃんが先にニューヨークの音楽シーンですでに大活躍していましたからそのお兄ちゃんのブレッカーの方があランディ・ブレッカーの方が「俺の弟サックスめちゃくちゃうまいから使ってやってよ」って口添えしてくれましてしかもマイケル・ブレッカーはその言葉通りめちゃくちゃサックスうまかったもんだからそれでレコーディングスタジオの仕事をバンバンやれるようになっていったんですねだから骨もあるし腕もあるっていう最高な状態でニューヨークでのキャリアをスタートさせたわけです。 でニューヨークでマイケル・ブレックはとにかく稼ぐために膨大な数のスタジオセッションの仕事をこなして、えー、それと同時進行で,です、ね、ニューヨークでできた音楽仲間と一緒にバンドを結成します。 当時の言葉で言うとジャズロックというジャンルになると思います後にフュージョンと呼ばれるようになるジャンルの先駆けとして伝説的なバンドですこのドリームスというバンドつまりですねどんなバンドかというと、まあ、歌もあるバンドなんですけれどもジャズのイディオムをロックとかファンクのリズムに乗せるバンドとしてかなりパイオニア的な存在だったんですねでただこのバンドはアルバム2枚くらいで空中分解してしまうんですがこのバンド によってこのバンドでをやってる期間中に試してみた音楽的な試みっていうのをある種受け継いでさらに発展させるような形でこのマイケル・ブレッカーとランディ・ブレッカーはブブレッカーーラザーズというバンドを結成します、まあ、正確に言うとブレッカー・ブラザーズにデビッド・サンボーンという人のサックスも加えた3巻編成の本アンサンブルが炸裂するバンドだったんですけれどもこのブレッカー・ブラザーズが結構ヒットチャートを駆け上がるくらい 商業的な成功を収めましてしかもそのバンドとは別にマイケル・ブレッカーはやはりニューヨークの他のスタジオミュージシャンの腕利きスティーブ・ガットとかマイク・マイニエリーをはじめとする、えー、そんなスタジオミュージシャンたちと一緒にステップ・サーヘッドというバンド最初ステップスと言ってたんですが他のバンドと名前が一緒になっちゃうってことでステップ・サーヘッドというバンドに途中で名前変えたんですけれどもこのバンドもまた特に日本で大人気になるんですね。こういうい具合でマイイケルブレレッカーがプレーヤーとして 人気に火がついたきっっかけっていうのがジャズロックいわゆるフュージョンという音楽になるのでだからこそモダンジャズを愛好する保守派のジャズファンからはあんまり実はしばらくの間いい評価を得られずにいました保守派のジャズファンっていうのはやっぱりちょっとフュージョンをなんていうか避けるところがありますからねなのでこんな具合で1970年代マイケル・ブレッカーという人はスタジオミュージシャンとしてももう数々の名盤でその演奏を刻みそしてフュージョンアーティストとして そしても大人気になって1970年代の音楽シーンにはなくてはならない存在にまでなりましたただそのキャリアが順風満帆だったかというとまあ、音楽的な面のみを持って言えばここまではかなり順風満帆だったんですが実はプライベートで大変大きな問題を抱えていましたそれが何かというと 薬物中毒の問題です彼は大学在学中からもそうなんですけど特にニューヨークに移り住んで以降ですねかなりハードなドラッグにどっぷり使ってしまいましてまあただこの頃っていうのはマイケル・ブレッカーに限ったことではなく当時のジャズミュージシャンはみんなまあ薬物に手を染めてしまっていたという,う環境下にあったようですね。でちょっっととでででもも薬が切れると中毒症状でひどどい体調になってもう演奏どころでは なくなってしまうとそれでマイケルブレッカーは とある決意をします1980年代初頭の話なんですが薬物中毒を治療するための更生施設に入りますリハビリ施設に入るんですね音楽活動を一切やめてリハビリに励むとで彼は5週間のプログラムで見事薬物中毒を克服しまして、えー、まあシラフの状態というかクリーンな状態をようやく手に入れることができたんですねで彼が非常に偉かったのは あのニューヨークの他のミュージシャン仲間のこの薬物中毒からの更生をすごく一生懸命面倒を見てサポートするようになるんですさっきも言ったように当時のニューヨークの音楽シーンはもう本当に薬物中毒者まみれだったので彼は同じように彼自身あの更生を望むミュージシャンの後見人になってですねリハビリをサポートするんですねなのでマイケル・ブレッカーが命の恩人だというふうに言う大御所ミュージシャンというのは実はたくさんいます 彼に命を救われただから今の自分がいるというふうに言うミュージシャン非常に多くて何を隠そう僕が敬愛するジェームス・テーラーもマイケル・ブレッカーが後見人になって薬物中毒を克服した一人であります。 さあ今日はですねマイケル・ブレッカーがこの薬物中毒を1980年代に克服するところまでの話までにとどめておきたいと思いますこの後はちょっと続きの話はまた長くなるのでいかに彼がジャズのソロアルバムを作品を発表するようになったかとかあるいはねちょっと病気で実は亡くなられているんですけれどもその病気の話などもちょっと翌週以降にしていきたいと思います今日は最後にマイケルブレッカーのキャリア初期の 永遠としてこれだけは絶対に外せないという曲をかけたいと思いますこの曲のソロでその名をまあ、この曲のサックスソロでこのマイケル・ブレッカーという人の名前を世界中に知らしめたそんな一曲です ジェームス・テイラーなんですがジェームス・テイラーの「Don't Let Me Be Lonely Tonight」という1972年の曲です。72年ということはマイケル・ブレッカー若干23歳ですか22歳か23歳くらいの時の演奏なんですがまあ20代前半の若者の演奏とはとてもじゃないけど思えない。 素晴らしいソロですねそのねサックスソロにちょっと注目して聴いてほしいんですけれどもサッ,クスサックスソロは曲の一番最後の最後ですしかも非常に短いソロなんですがこの短いサックスソロで音楽業界が騒然となりましたそりゃあなるよなという驚くべき演奏でございますということで曲の一番最後のサックスソロにご注目ください。ジェーームス・テイーラーの Let me be お送りしたのはジェームス・テイラーの「Don't Let Me Be Lonely Tonight」という曲でしたサックスソロが本当にあっという間に終わってしまう短いソロなんですが実はこのソロアドリブっていうのは 短ければ短いほど難しいんですよ。その短い中で気象点結をつけないといけないのであの長く何コーラスも何コーラスもやって、えー、やるソロだと割と気象点結つけやすいんですけれどもこれだけ短いソロで嵐のように去っていくんですけれども本当にね曲の世界観を見事に表現した素晴らしいソロでした。これが22、3歳の若者の演奏とはちょっと到底思えないという。えー、来週でマイケル・ブレッカーののちょっとね人生の後半、えー をについて話したいと思っております過去の音楽コラム番組公式 youtube